ジャニーさん読まない方がいいですか？ニーさん、これ読んで大丈夫ですか？読まない方がいいんですか、これ。いや別に頼んでも書いたらみんな読めますけど、はい、じゃなくはて、代読した方がいいのかな？代読しない方がいいのかな？い、いや読んだ方がいいのかな？読み流してください。自分も今日プライドのちっちゃいプライドを随分捨てたんで、はい、ぐっすり寝れるかなと思います。そうですね。そう。でも本当に、でも捨てていく中で残るもの大事ですよね。僕はここ数年間で会ったことがあって、普段のコーチングはバドミントンのコーチングだから当然上手くなる、で当然でしょみたいな感じで思ってて、ズームがあったりして、で、大学の授業なんかでも初心者とか興味ない子たちもそれで上手くなる。まあまあ、それなりにね、と思ったんですけども、卓球の授業も今持ってるんですよ。3年前から。で、うまくなってくるんですよ。教えてる僕なのに。その中で、前ね、ここに登場してくださった、ね、イさんに、教え方を教えてもらったんで、金メダリストに、まあ、あるんですけども、で、イさん今、他の国のコーチになっちゃったんで、今、教わりに行けてないんですよ、僕。なんで、3年前ぐらいの教わったことに固執してるとかいうよりは、まあ、そこは基本教えてもらったんで、それは選手や学生には伝えるんですけども、メインはバドミントンでもやってる、コーチングとか自分たちの弱点をどう見つけるか、課題をどう見つけるか、で、どういう言葉掛けをしていくかってことを、バドミントンの授業と同じように卓球の授業でもやってるんですよね。で、あったら同じように上手くなっていくんで、てか僕、バドミントンである必要なかったんだなっていう部分のプライドが、ここ3年、2、3年ぽっきり折れてて、そういう時にやっぱりじゃあ、自分の課題と向き合わせるだったりとか、どう、アプローチしていくポイントを探すだったりとか、声かけ、自分自身に声かけ、仲間に声かけ、チームをどういうふうにしていくかっていうような、そこだったんだな、なったのかなって最近思い始めて、今最近やってるのが空手の子なんですけどね。やっぱり同じように、なんとかできてるんで、そうするとやっぱり、格の部分がバドミントンからより小さくなったんですけども、より強くなったかなっていう気はしてきてるんですよね。うん。